はい、どうも。中年パテモソでございます。というわけで、これ、1月後半の映像なんですけども、いや、もう随分経っちゃいました。副音声撮るのに1ヶ月ぐらい経っちゃいました。申し訳ありません。ただいま、まだまだ引っ越し作業が終わっておらない次第でございまして、バタバタしておりますので、まだ週に1回というね、前のペースには戻せておりませんが、大雪だろうが日々歩いています。これは日課です。はい。まあ、というわけでね、1月の、これは25日ぐらいかな。2023年のね、その辺の映像でございますが、まあ、雪すげえ。川も凍ってる。青空最高。青空は最高です。雪はほんとね、雨と違って残っからね、たまらんね、ほんと。マイナス1度でしたね。私が見た中で一番マイナスはマイナス6度でしたね。絵面としてはいいんですけどね、雪ね。生活する分にしては最悪ですね。さあ、猫ちゃんたちも。朝ごはんです。朝ごはんですね。はい、出てきた。あ、掃除機。え、掃除機言ってるやん。これ、夜？夕方？やんなわけないな。俺朝から掃除機せえへんもんな。もう忘れたな、こんな時のこと。どうねんやろね、これね。朝6時半には7時からウォーキングって書いてるね。俺朝から掃除してる時もあったやな。ウォーキングから帰ってきてからやってたっけ？あ、休日？いや、違うな。この頃はそうやったやな。もう覚えてないな、1ヶ月も経つと。今はですね、仕事も始まっておりますので、仕事終わりに掃除。そうなので。この頃はまだあれですな。余裕があったんかな。ないよな。仕事してたもんな。今ね、もう新職場になっちゃってるんで、またちょっとタイムスケジュールがね、一日の変わっちゃってますんで、あれなんですけど、この頃はまだ前の職場に行っておりました。雪ですけど。はい。まあ、こっから仕事行くんでしょうね、おそらくね。あ、少し早めの昼食をとってますね。あ、月曜唐揚げやん、これ。休みの日やん、どう考えたって。せやな、月曜日やしな、休みの日やな。休みの日も朝からやってたやな。掃除まだ言うか。さあ、というわけで DIY ですね。もう懐かしい目で見てるもんな、俺、副音声を。え、何してたんやろ、この頃。ああ、これね、準備しておいた、棚です。キッチンラック。あのね、キッチンラック買ったんですけど、その買った映像、あの、Amazon でね、買った写真を見たらね、電子レンジ乗ってたんやけど、乗らなかったんだよな。だからもう仕方がなくね、作りました。これ便利です、これ作って。奥行きがね、これ2枚なんで、40センチくらいですかね。カフェ板、杉カフェ板っていうのを使ってますね。高さもそのままで2メートルで使ってます。ちょうどいい。やっとこれで電子レンジがね、本当に、たまったもんじゃねえよ。買ったけど電子レンジ置きへんって。でもこいつですね。多分映像出るんでしょう、この頃。私これ写真差し込んだ気がするな。電子レンジほんとこれ乗らなかったの。これ今ね、もうね、クローゼットの中入ってね、服置き場になってます。これ電子レンジ乗ってんしょ、下から2段目。ふざけんじゃねえよってね。乗らねえんだよ、全然。全然乗らなかった。仕方がないね、これやっぱね、作った方が安くてぴったり。本当に安く、もう道具があるからね。電子レンジはちょっと冷凍庫の上に置いてますけど、いや今回ね、ほんとね、回らない電子レンジ買ったんですけどこれもね、入らねえんだよ。あのボタンが、電子レンジのボタンで入らねえんだよ、ぴったりすぎて。回らない電子レンジね、なんか温まってるのが信用できねえんだよ、落ちた。回ってるからこそなんか温まってる感あんやけどさ、回ってないからさ、ただ電気ついてるようにしか見えなくてさ、
本当ね、信用ならない。この電子レンジと、ドラム式洗濯機、この2つはね、ちゃんとやってくれてるのがね、信用ならねえんだよな、俺からしたら。まあ、ちゃんとやってくれてはいるんですけどね。さあ、これでとりあえずキッチン周りの整頓というか、この棚はね、OK ですね。結構持ってんすよ、この電子レンジ。パナソニックのやつ買いました。はい。上に10センチぐらい隙間開けなきゃいけねえぞっていうね、意見もあるんとは思うんですが、私、オーブン使わない。電子レンジだけだと問題ないそうです。まあ、問題ないみたいです。はい。知らない。問題ないかどうか知らんよ。うん、でも問題ないみたいなので、私電子レンジで使うんです。オーブン代わりに私グリル使ってますんで、IH の、コンロのね。だもんで、まあ、問題ねえ。問題ねえです。はい。オーブン使わないから。オーブン使うのだったらもう上、そこの棚ね、取っ払えばいいんでね。はい。まあ、とりあえずもう一旦置きました。はい。もう何でもいいし、とりあえず片付けた風にしたいんでね。はい。まあ、これぐらいで。雪なんでね、もう仕方がねえ。はい。よしとしておきましょう。はい。環境が整いました。それが終わったらもう夕方なってんのかな、買い物してきてるよな、あそこに袋を置いてる時点で。ゴミ？あれ、いや違う、袋やな。え、あれ買い物してきてるゴミ？いや、なんか袋のくくり方がゴミっぽいよな。キュッてしまってる感じね。空き缶もな、そこのレモンサワーもな。今から飲むんかい、お前。何見てんねん。何見てんのかわからんけど、これ。何やろ。俺、あれ買ってきたやつなんかな。なんかフェードが入ってる、微妙に。なんかすごいやん。俺こんなん入れた覚えない。これ絶対ミスで入れてるわ。あんなフェード。豆炭ね、この頃ね、使ってたんです。今ね、豆炭じゃないと、レンタン。これ割れてたから3割引きやったんですよ、ちょっと。ちょっと割れてるのがあったんでね。でもね、豆炭の方がいいかなって今思って豆炭にしてますね。炭はね、入れても問題ないそうなんですけど、それなりの数入れないと温めにくいと。やっぱ一番マーキー。ペレットを買うことも考えたんですよ。これ一応ペレットストーブなんで。でもペレットだと火力がちょっと弱い気がするんですよね。薪とかに比べると。なんでやっぱりまだ廃材もあるんで、木をガンガン燃やして、あと蓄熱というか火を蓄熱というか、なんていうか、持続させるために炭を入れてるという。ほんとね、全然半袖でいけます。いけないかなと思った。かもだけど、やっぱりね、半袖できる。だってね、普通に燃やしてたらね、27、8度いっちゃうから、部屋の温度。最近はちょっと加減して22、3度ぐらいにしてるんですけどね。はい。まあ、そして、あったかい部屋で、お風呂。もう、ストーブをつけてから風呂入る。これがね、ルーティンですね。ちょっと、贅沢な日の。モザイクを若干濃くしておきます。前回薄いって言われたんで。まあ、パテモさん別に見られるの嫌じゃないんで、むしろ見られたいかもしれないタイプなんで、薄くてもいいんですけど、まあ一応動画的にね、濃くしました。はい。サケットネットフリックス。なんかずれとるな、ちょっとな。なんだこれ。これ、まあ、選択しております。残り湯でね。はい。ポンプ。水替え用のポンプを使って、やってます。はい。お風呂はもうほんと毎日入れないです。そんな贅沢できるような身分でございません。もうちょっと稼げるようになったら毎日お風呂入ってもいいと思うんですけど、今やまあ、まだ週に2回入ったらね、上出来です。はい。さあ、というわけでね、お風呂を出たので、はい。晩酌準備ですね。この日は買った、何買ったんだそれ。鍋？うどん？スーパーのレンチン鍋、これね。半額やと思うよ、多分買ってんの。もう、値引きでないと買わない男になってきちゃったんで。ほんとね、ほんとちょっとね、もう、貯蓄額よ。貯蓄額がね、減りすぎてね、もうそんなん使ってらんねえもの。あ、いいね、ストーブもあったかくて。あ、洗濯機の音してんな。なんか、ぐる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 言うてるわ。言うてるな。何や、そのカメラマン。そうやな。まあ、洗濯してる感あるからええけどね。結構荒ぶってたね。
ウォーキングデッド見てますね。まだこの頃はシーズン7とかでかな。それぐらいやな。あれやね。ニーガンとかやね。セイバーズ。救世主らと戦ってる時やな。手前のそのウイスキーのポンプが主張してますよね。雪でね、物欲しかってたのにさ、干せねえんだよ。室内干しで物干し2本も買ったのに。はい。今度これね、ブレーカー落ちたんですよ。ブレーカーが急に、びっくりしたわ。そんな電力使ってたっけみたいなね。ほんで、いろいろね、その、ブレーカーのちっちゃいスイッチの方ね、主電源みたいな、主ブレーカーみたいなやつで、小ブレーカーみたいなやつ一個ずつ確認していったら、一箇所、どっかしら一階のやつが、ダメっぽかったんですけど、まあ、夜だし分からへんし、一応俺が確認した感じはどれでもついとったんで、まあ、後日、電気屋さんに、見てもらうことにしました。まあ、そうしたら、まあ、一応ね、もうこれ火立ってますんで、まあ、結果言いますと、屋外の監視カメラ用のカメラ、コンセントがあるんですよ。監視カメラ用と、あと、人感センサーライト。そこのところに雪が積もって、なんか水が入り込んで、漏電してたそうなんで、直しといてくれました。はい、よかったです。はい。猫うろちょろして、ガリガリ、爪と生きとんな。もう今もこれ変わらずこんな感じですね。最近の夜も、こんな感じで、まだウォーキングデッドシーズン10を見てます。1日終了しましたね。終わりました。さあ、まだまだ雪は残っておりますね。本当に雪は長引く。見て、この、雪感のある音。たまらんよ。いい加減にしてくださいってことよ。本当に。あ、なんかいいね、日差し向こうのね。この部屋ね、ライトつけないとね、暗いんですよ。火が入ってたところで。窓が少ないんでね。まあ仕方がないんですけども。最近だけどもね、2月の後半、もう3月ですけども、暖かくなりまして、日中もつけてないですね、さすがに。夜だけですね。まあ、というか、まだ、何もまだ片付きてないし、ゆっくりできる日がないんで、昼間からストーブつけてゴロゴロできる日などないのです。だから昼間からつけてられないっていうか、つけてても意味がないって感じですね。まあ、だからもんで夜ばっかりですね。この頃昼間つけてたのは、これ多分雪で何もできなかったんだな。何すんの？ああ、これ。上も汚れちゃってますけど、前の家で結構落としちゃってね、ちょっと凹んでますけど、この1キロのね、焼き鳥をね、いただいてたんで、これをね、なんとか使おうと。ただ普通に食うとこの量はなかなか大変だと思うんで、まとめて、大量の料理を作ろうかな、なんてね、思ってたんですよ、これ。固定の焼き鳥は私たまに缶詰で買って親子丼にしたりとかするんですけども、まあさすがにこの量やったら、壊れた100均さすがクロリティ、もうここまで開いてたらええけどさ、ほんと一発二発でこれ折れたらもう話なんねえな、この日買ったとこやねんな。ぶっ壊れましたね。まあこんだけ開いてりゃ大丈夫でしょう。さすがに手では無理ですね。車の鍵でね、開けます。はい、すごいね、1キロ。すごいなぁ。俺、もう四国地域、布袋の焼き鳥をそのまま食うたことって俺ないんかもしれんなぁ。一回缶詰のまま温めて普通に食うてみようかな。このまま冷たいまん食うんか、みんなどうなんやろ？どうやって食ってんやろ、これ。すごい量でしょ。はい。まあ、玉ねぎとね。はい、入れます。もうこの、あと、そう、このね、シャレオツなね、包丁買いました。なんか模様が入ってます。はい。切れ味いいです。もうちょっと刃厚があってもいいかなと思って、刃の厚みがあったら良かったかなと思ったんですけども、まぁ、ちょっと薄っぺらい包丁。で、大根ね。はい。あれですね。
ブリ大根とか、角煮の大、ぶ、あの、豚の大根の角煮みたいな感じで、この、布袋の焼き鳥で、煮物にしようと、この時は思いました。はい。で、これね、今これちっちゃくちょっと若干切ってますけども、最終もこれも食べ、もちろんね、もうこの頃は1ヶ月で食べきっちゃってるんですけど、最後ね、ちょっと水気を足してね、大根をね、結構ね、大きい丸っこい、あんまり言ったらおでん大根ぐらいにしてね、入れてね、煮込んでね、1週間ぐらい。真っ黒系のね、大根だったんですけど、それがすごいうまかったし、また作ろうかなと思ってます。はい。味付けはもちろんこの焼き鳥に味がついちゃってるんで、うん。そんなにする必要ないでしょう。あとこれ、このジュレ状になってるやつが温めたら溶けると思うんで、まあなんとなくざっくり混ぜときゃいいかな、ぐらいにね、混ぜてます。はい。はい。ストーブでじっくりことこと煮込みます。うん。結構火力上げとかないとね、1時間ぐらいね、沸騰しなかったりするんですよね。さあ、雪なのでできませんので、まあトイレに棚、トイレットペーパー置くとかそういう場所がないんで、うん。棚作ってます。はい。一日中ウォーキングデッド見てますね。はい。まあ終わったんで。ドリンクタイムですね。レモンサワー。はい。まあ作業少ないっていうか作業はできねえんだよな。雪で。車が出せないんですよ。そもそも。私の車スタッドレスでもないし。重たいから、スタックしちゃったらもう多分抜け出せないし。もう人に迷惑かかるし、うん、俺一人暮らしやし、もうそういうことはね、できない。だから車を出さないでできることってあんなもんですね。もう昼間から飲み始めてますね。あ、これね、ゼロ秒チキンラーメン結構俺食った。10袋は食ったな。これはね、美味しかった。俺はこうやって砕いてから、かじるとね、ポロポロこぼれすぎるんで、これ砕いてからね、食べます。ベビースターラーメンより美味しい。俺は好きです、こっちの方は。ベビースターより、ね、味薄め。うん。私はこっちの方が好みですね。はい、美味しゅうございます。さあ、受けができましたね。棚受けがね。この上棚受けます。これはもう、リスナーさんからいただいたガス管の、パイプ。ご利用させていただきました。はい。4時10分って書いてんね。うん。若干、あえて大きめにしております。枠が出てるようにして。何かをするわけでもないんですけど、アームに何か引っ掛けることも出てくるかなということで、アームをちょっと長めにしてますね。うん。まあ、14時10分から14時16分までの作業でしたね。で、16時17分からティッシュを置きました。はい。芯まで使えるタイプにしました。そして、うちはもうほぼ、ペーパータオルなんでね、ペーパータオルちょっと置いてます。トイレ、キッチン、洗面、には置いてますね。キッチンペーパー。キッチンペーパー、ペーパータオルね。このそこのね、ふさぎこうかな思ったんですけどね、もうめんどくさいにもこれでいいと思いました。はい。まあ、こんな感じでね。まあ、なかなかシャレオツなんじゃないですか。斜めに切ってね、加工とかしてますんで。さあ、もう本当にね、暇だったというかね、やる作業が少なかったんで、まあ、こういう工作もしようかなと。100均で買ってきたこれシャンプーのボトル。はい。ボトルのポンプだけ使います。で、このポンプに合うチューブをホームセンターで買ってまいりました。はい。それをぶち刺す。はい。本当はもっとね、がっつりと出るポンプが欲しいんですけど、まあ、そんな調子のいいものはありませんのでね、ぴったりのものなんて、まあ仕方がないんで、まあ、あるものでやっていく。はい。まあ、それがね、うん、工作かなと。はい。もういちいち買ってきてね、お金をかけたらそれはできるもんだってあるし、もうお金をかけんだったら買えよっていう、専用のやつ買えよってなりますんでね。100均で、いける範囲で、まあ自分が使う分ですね、いいかなと。うん。で、これでまあちょっとペットボトルの口と大体こういうのは合うんでね。うん。大体これを20プッシュが私はちょうどいい。これね。はい。これをね、今出てませんけども、そのうち出ますんで。はい、出てください。はい。これの20プッシュが私のお好みです。うん。これと炭酸、最高ですね。
はい。炭酸水もね、誕生日と新築祝いでね、2ケースもいただきましてね、潤沢にございます。最高です。はい。レモンサワー飲みたいな。うん。まあ、一応の度胸な、レモンサワー。さあ、池ですね。ただいまこんな感じでございます。ただいまというか、1月の後半の時点でこんな感じです。はい。まあ、どれぐらいのやろな、幅。1メートルから1メートル20ぐらい。奥行きもまあ80センチか70センチぐらいかな。で、深さが80センチぐらいかな。うん、ぐらいの池です。まあ、貯水池みたいな感じかな。うん、水槽の排水する水を溜めとく場所ですね。あ、それ最近ライブしてないな。この頃はよくライブしてました。はい。そして休日は終わりました。なんかちょっとスローなって、これデギターの、あれです。鳥。なんでこれちょっとスローなってんのこれ。なんなんこれ。なんなんこれ。リプレイみたいな。俺こんなスローにした覚えないんやけど。これあれ、さっきの映像録画から撮ってきたんですよ、ライブの。うん、だからあんなちょっと出して悪いんですけどね。まあ、というわけでね、雪でね、何もでけんかった。この時は。これが、ほんと、1月の最後の週ですね。こんな感じで、最後の週か最後に狛江の週。まあ、言ったら25日以降、ですね。まあ、鳥が飛んでたらとりあえず飛ぶと。こんな感じしてます。まあ、何せ歩きますよ。めっちゃ飛んどるな。あの、ピョ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 してる、これ。こいつ、ほんと。次の動画見てもらったらいいと思うんですけど、なくなってたんですよ、あれ。いや、うまそうで、これね。ほんと、仕事納めだったんですよ、前の店の。で、最後の食事のシーンです。最後の週の食事シーンですね、うん、2月のね頭前だけ働いて、はい、もうこれ2月入ってるな、最終週ですね。今もうほんとこの辺も解体し始めてますんで、はい、いやーまだこの系形は残ってるんですけどね、今でも、でももう機能してません。パソコンももうこっちの、こっちの新しい家持っていますんでね。はい。このビログ動画がこの家です。編集した最後の動画となりましたし、これ今このやってる録音しているこの副音声は新居での動画となりました。はい。まあ、というわけでね。まあ最後だったんでね。あそこで編集したのもね。そこのシーンで終わってみました。まあというわけで、次はもう完全新居移住ですんでね。はい、まだよかったら見てください。中電波でもございました。またね。